願いします。よろしくお願いします。よーはい、久しぶり。お久しぶり。スタートこれだけで本番大丈夫です。全然言葉もないねーはい、それチクチクしないの？え、お、チクチクしてない。それチクチクしないの？え、お、チクチクしてない。まあ、よーはい。なんでだ。おい、はい、ね、何食べる？え、決まってんじゃないこれ。あ、コースだよ。あ、コースだよ。A か B でしょ。そうそうそう、 A のメインが選べる。じゃあ私、決まってたじゃん。赤身のステーキ。あ、キリカット。はい、たまにチューシュー出ちゃった。少し置いてお願いします。チリボールド。よーい、どうぞ。カット。はずい。はい、いかがでしょうか。はい。めっちゃいい。ああ、カット。めっちゃいい。ああ、ハット。おお、生きてるな。はい、あやつさん、ムービー撮影場ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいね。ありがとうございます。あの、優しくて柔らかい香りに包まれての撮影で、あの、女子会というこうトークするっていうシーンもあって、とても楽しかったです。はい、やっぱりこうお肌もそうですし、いろんなところがやっぱり乾燥するので、レノアハピネスあるととても重宝するのではないかなと楽しみにしてます。なんかこういうお洋服でもこうシルクのようなこう柔らかいものを着て、優しさに包まれたいです。はい。なんかお米の炊き方のどうやったらより美味しく炊けるかみたいなので、こう知恵出し合って知ってるのをこう情報を言い合って。私こうやってるみたいな交換をして盛り上がりました。え、正解出ました。正解だ。こう30分水につかして置いとくのか、水を切って米を広げて置くのか、これは好みになります。はい、ありがとうございますうん、
こちらはリラックスナイト。なるほど。アンティークローズ。気分が上がるのでしょ。こちらはブロッサムフローラル。ああ、あら、魅惑的な香りがします。気分が上がるか、魅惑的、気分が上がるもの。ああ、ホワイトティー。そうですね、気分が上がるのはこちらかこちらです。こちらは魅惑的だったり、じゃあ私が気分が上がるのはこちらにします。リラックスナイトホワイトムスクの香り。あ、でもリラックスナイトって書いてあるけど、気分上げてる場合じゃないか、寝るんだから。気分上げていい気持ちでいい香りを香りながら寝れる、だからいい夢が見れる。はい。皆さんこんにちは、綾瀬はるかです。5つ星ホテルも推奨する香りと柔らかさのレノアハピネスの新 CM が出来上がりました。ぜひご覧ください。